こんにちは、背番号10番の乙女田川です。1年間、一緒に戦っていただき本当にありがとうございました。僕自身、昨年から、怪我もなく、今年も怪我もなくやれたので、来年も怪我なく頑張りたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、今日は本当に嬉しく思っています。今年1年はありがとうございました。僕自身も、今までで、最高の結果を残せたのは皆さんにありがとうございますし、来年以降さらに成長していけるように頑張るので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。背番号11番13番田中大輝です。ディフェンスです。来年も13番で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。背番号14番の川端大です。今年は温かい応援チームがありがとうございました。また来年も頑張るので応援よろしくお願いします。背番号14番の小原大輔選手です。だいぶ年も取ってきましたが、まだまだ渡りに待ちますので、こんにちは。背番号17番ディフェンダー柏田健太です。今年は応援ありがとうございました。来年は優勝目指して頑張ります。こんにちは。まずは1年間ありがとうございました。そして、2年間、本当にお世話になりました。まあピッチの上で結果を出すことはできませんでしたけど、まあ、クラブのためにも、最低賞のために、自分なりにできることは、頑張ってきたつもりです。まあ、チームも離れますけど、まあ、次どこ行くかは全く決まってないので、頑張りませんが、サッカーを続ける予定なので、またどこかで気にかけてくれたら嬉しいなと思います。以上、背番号2